サラウンドは音声の記録再生方法の一つである。モノラル、ステレオ音声よりも多くのチャンネルを有する。一般的には単にサラウンド、あるいはサラウンド音声という言い方がされる。臨場感のある音響を再生するため、映画館などでは比較的古くから導入されているなど。1950年代に登場した超大作の70ミリ映画では5.1。 CH サラウンド音響が普通であり、ごく一部の35ミリ映画では 4.0CH サラウンド映画が制作された。1977年、アナログ方式のドルビーステレを採用した、スターウォーズが巨大な成功を収めると、アメリカ映画の多くはサラウンド音響を採用するのが普通となった。日本の映画界では音にお金をかける習慣がなく、普及は大きく遅れた。 1993年にデジタル圧縮技術を使った DTS 方式がジュラシックパークで採用されると映画館の音質に対する注目度が高まることになる。家庭用では1980年代半ば頃からアメリカ映画のビデオテープやレーザーディスクではドルビーサラウンドを採用しており AV アンプと後方に2つのスピーカーをセットすることによって 家庭でもサラウンドを楽しめるようになり TV ドラマもサラウンド化している。日本では1990年代初期より AV アンプの普及が進んだ。また日本では手軽な仮想サラウンドもよく利用されるようになった。さらに大きく一般家庭に広まったのは1990年代末より本格的に普及した DVD ビデオとデジタル AV アンプによるドルビーデジタル方式及び DTS 方式からである。現在では、サラウンドのチャンネル数は、通常 5.1CH、7.1CH などと記述される。通常のスピーカーは 1CH で1とカウントし、超低音域再生専用のスピーカーは、通常のスピーカーの CH 区分とは異なるという意味で、1CH とカウントする。 つまりピリオドで区切って区別しているだけであり、少数の0.1ではない。超低音域専用のチャンネルから出力される音を低域効果音と呼ぶ。5.1CH で推奨されているスピーカー配置の図基本となるのは 5.1CH であり、元となる DVD のソフトに含まれている信号は 5.1CH 分である。5.1CH の基本システムは以下の通り、 なお、1CH が低音を担うと言っても、これはソフト制作者側が意図して付加した低音である。残り 5CH においても低音成分は含まれている。したがって、フロントセンターリアが十分な低音再生能力を持っている場合は、それぞれのチャンネルの低音は、それぞれのスピーカーで再生する。ただし実際の環境においては 5CH 分は、 小型スピーカーを用いる例が多いため、それぞれのチャンネルの低音もサブウーファーに振り替えて再生する場合が多い。これらをベースに仮想セラウンド技術を利用して、スピーカーを減らしたり、より臨場感の高い音響を再生するため、スピーカーを増やしたりする。以下に、現在主に利用されている例を記す。 NHK 放送技術研究所は2005年に 22.2CH サラウンド方式を発表した。これは2つの LF や上下に設置したスピーカーなどであらゆる方向の音響を表現する。次世代の映像企画であるスーパーハイビジョンでの採用が予定されている。20年後の本放送開始を目指すスーパーハイビジョン5月27日インプレス AV ウォッチ。 長岡哲夫の最新オリジナルスピーカー工作20、音楽の友者、ビシック音楽の友者、不思議の国の長岡哲夫ともと出版。ありがとうございます。